はい、ありがとう整体の平野です。ご視聴ありがとうございます。治癒に対して、3つの必要なことですね。その人間の治癒力を、発揮させるために、私も、20年間整体がいいと思って、ずっとやってきました。その整体もですね、普通のその揉んだり、伸ばしたり、ねじったり、そういった、整体とは違ってですね、体の軸を作る、内臓の下がっているのを上げてあげる、そしていい位置で体が使えて、使うことによって、治癒力が増してくるということを20年間研究してきて、その中で、人体の問題であったり、さまざまな、こうロックですね、こう回転うまく回転できないロックを取ったりだとか、して、そして、自然治癒力を、うまく発揮させて、待つと、そんな形でやってきたんですけども、2つですね、やっぱりもうちょっとこう、皆さん考えなきゃいけないなというところがですね、ミネラル不足、塩不足という点ですね。塩に関して言えば、やはり食塩は非常に体に良くないと思うんで、取りすぎることは確かに厳禁なんだと思うんですけども、天然の、昔ながらのね、ちゃんとしたお塩、そういったものは体、やっぱり人間その舐めれば、しょっぱいわけですから、もう一つ、説であるのは、海からね、こう、進化の過程で海から上がってきた時にちゃんと体内は、海の、塩分濃度と同じようなものをこうちゃんと体の中に蓄えている。でそうすると塩不足になった時は、塩分不足になった時にはやはり、特に腎臓系がね、非常に、機能低下するんではないかという点。そしてもう一つはやはり食べ物にね、ミネラルが入っている率がすごく少なくなっているし、その添加物だとか、糖分だとかそういったことによって取ることによって、ミネラルが奪われてしまう。ですからそのミネラルを、取るという、そういった面で、天然のお塩というのは、ミネラルも含まれているので、非常にいいかなと思うし、私が、おすすめしているのは、塩、醤油、味噌、みりんだとかね、砂糖はちょっと別として、油だとか、調味料をですね、やはり自然ながらの、いいものに変えてもらう。そんなに高いわけでもない、少しはもちろん高いんだけども、健康食品と比べれば安いと思うし、毎日取れるし、家族で取れるし、ここは本当にね、いいことだと思うんで、できれば例えばうちの場合だと、ぬか味噌とかもやってますけど、ぬか漬けとかやってますけども、そういったものも取り入れて、体にこうミネラルを補給してあげる、塩分を補給してあげる、こういったものが必要だと思います。そしてもう一つはやはり、ものの考え方というか精神的なものですね。どうしてもこうマイナス思考に皆さんなって、体が前のめりになっていくんですけども、その、この前のめりになった体を元に戻すことによってマイナス思考が、こう上がってきて、マイナス思考がなくなって、その体と意識が一体になった時に、すごい凄まじいその治癒力を生むというふうに考えてやってきたんですが、やはりそのマイナスの意識がね、こう強すぎるっていう方がやっぱり、いらっしゃるんですね。どうしてもそこにとらわれてしまう、その痛みにとらわれても心配でしょうがない、これこの先どうなるんだ、もうそこばっかりこう意識がいって、例えば体が姿勢がね少し良くなっても気づかない、そこに気づかないというか、そこに意識がいかない、歩き方が変わってもわからない、揉んでもらってそういう気持ちよさしかわからないみたいな形になっている人非常に多いんで、このマイナスの意識、前に行ってしまっているマイナス意識をやはり戻すという、訓練もちょっと必要かなっていうふうに思っています。それが、当院が言うその、頭の後ろに、ね、こういう目がついていて、後ろ意識のトレーニングをするといいですよって言ったことは、その前に行っているマイナスのエネルギー意識を元に戻すための訓練であったり、そして、これは昔からですね、小林正寛先生だとか、斉藤ひとり先生だとか、言葉の威力っていうことをね、お伝えしてくださった先生方、本当にありがとう、嬉しい、楽しい、幸せ、ついてる、感謝します、許します、そういった、いい言葉ですね、ひとりさん曰く天国言葉、こういったことをたくさん言うことで、このマイナス意識を変えていく、そういったことも本当にね、これは必要だなっていうふうに思います。なかなかやっぱり治癒の起こらない人を、見させていただくと、痛いところにばっかこう意識がいっちゃって、変わっているところ、体に感謝がないだとか、そういったところがちょっと見受けられてしまうんで、これ厳しいことは
あまり言いたくないんだけども、そこにとらわれている限りですね、いくら、いろんなことをやっても、ね、変わらない、もしかしたらこの部分が一番大事かもしれません、そんなところもね、これからは、お伝えして、そして、言いにくいことなんだけども、そこをちゃんとね、こう例えば、ずっとこうしかめ面してる人もいるんだけども、そのしかめ面をずっと続けていくとですね、注意も起こらないばかりか、やはり周りの人たちにもね、こう迷惑がかかるし、やはり嘘でもいいんでね、ちょっとにっこりしてみる、そんな、風に変えていただけるといいかなと思います。ですから、体の軸をしっかり作る、そしてミネラルを入れてあげる、そして意識的にはもっとね、こう楽しい言葉を発する、たくさん、ね、感謝の言葉を発する、もうその3つが整うと非常にね、注意力が上がってくるというふうに思います。ちょっと偉そうなことね、僕も言えないんだけども、今まで全然そういうことができたかなかったんで、でもね、いい言葉、いうことを本当にお勧めしますので、よろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。感謝です。嬉しいです。楽しいです。幸せです。